森岡冷麺は岩手県森岡市の名物麺料理。辛味のある冷麺である。わんこそば、じゃじゃ麺と並んで森岡三大麺と称されている。森岡では一般的に冷麺というとこれを指すことが多く、主に焼肉店での定番として供される。厚生取引委員会が承認する特産、名産麺料理樹皮品目の中で唯一の冷製専用品目である。 森岡冷麺の麺は、スパゲッティなどのパスタと同様に、小麦粉、片栗粉などを用いた生地に強い力を加え、麺の太さに合わせた穴から押し出して作られる。この際、麺が高温になりアルファ化するために強いコシがもたらされる。この押し出し麺という製法は、森岡冷麺には不可欠とされる。その後の製品開発により、非押し出し製法である。 コンネリ法で冷麺を製麺している製麺所も存在する。森岡冷麺のほとんどに付け合わせとして果物が乗せられるが、リンゴ、スイカ、梨など季節に合わせて買えるのが一般的である。また、森岡で冷麺の辛味として合わせるキムチは主に大根であり、格的と表す方が適切である。ほとんどの店では辛味の程度を数段階から選べるが、 冷麺とは別の皿で出させる別紙を選ぶものも多い。朝鮮半島北部の観光生まれの在日朝鮮人一世の青木照人が1954年5月に森岡でテーブル4つの食堂園を開業し店で出したのが最初である。料理人としてのプロの技術を持たなかったようは自分が子供の頃に食べた観光の冷麺を独力で再現しようとした。 観光の冷麺は、スープのないピビム冷麺が有名だが、観光冷麺にも、ユクス付きのものもあったといい、要は自分が好きだったスープ付きの観光冷麺を自分の店で出した。しかし腰の強い麺や辛いキムチは当時馴染みが薄く、特に麺はゴムを食べているようだなどと全く受け入れられなかった。観光の冷麺は蕎麦粉入りの灰色の麺だったといい、 初期は、店でもそば粉入りの麺を出していたがよう自身にも、美味しそうに見えなかったため、白い冷麺を参考にそば粉を抜き、麺を白く変える。一方、ジャガイモの澱粉を使ったコシの強い麺や、キムチのトッピング、牛骨だし中心の濃厚なスープという、故郷の味の三要素は守り続けた。やがて、盛岡の新しい、物好きな若者たちの間で、そのユニークさが、一度食べたら、 後を引くと評判になり、店には客が入るようになった。ここに森岡冷麺の基本型が完成したと言われる。ただし、洋自身は森岡冷麺でも観光冷麺でもなく、平壌冷麺という看板を掲げ続けた。平壌の方が大きな街で有名だからそうしたのだと言う。1979年に開業した焼肉ガーデンペコペコはテレビラジオ、 市内映画館などのメディア広告を使い、冷麺を宣伝し、この宣伝がヒットして、冷麺は岩手県内に知れ渡ることとなった。ペコペコでは、ピョンヤン冷麺ではなく、単に、冷麺と呼称していた。森岡冷麺の名称を市内の店で初めて使用したのは、1987年にピョンピョン社を創業した在日二世の名達夫である。 1986年10月に森岡で開かれた日本麺サミットに出展した際、運営を担当していた森岡市職員の田口吉正がこう進めたという。森岡冷麺という名称は当初、在日のコミュニティからは、故郷の味を安売りするもの、祖国の食文化を日本に売り渡すとも反発を受けた。が、これを機に徐々に森岡冷麺の名が、 市民に浸透し始め、全国的にも森岡の名物として知られるようになる。なおはじめ、用を追って、冷麺を作り始めた店では、それぞれが独自の試行錯誤を繰り返し、森岡冷麺の味は、次第に日本人の味覚に合ったものに変化しつつある。こうした森岡冷麺誕生と浸透の経緯は、1993年に朝日新聞岩手版に、 小西正人記者によって連載された記事、霊面物語日本と朝鮮、韓国の間に横たわるもので、初めて詳細に明らかにされた。連載記事は2007年に森岡霊面物語として書籍化された。その後、この記事をベースにした t v b 番組、ザ・ルーツ・俺たちの森岡霊面が2009年3月、岩手朝日テレビで放送されている。 2000年4月からは、さぬきうどん、さっぽろラーメン、長崎ちゃんぽん、沖縄そばなどと同様に、厚生取引委員会が森岡冷麺の生麺に対して、特産、名産表示を認め、森岡冷麺は本場として認定された。ありがとうございます。